ロイス人民州は現在の中林元州東部にあったドイツ国の自由州である。1918年のドイツ革命で君主制が倒されたロイスグライツ公国とロイスゲーラ公国が合法して成立した。複数の飛び地を持つ1143平方キロメートル、人口21万1324人の小さな州であった。1920年に 駐輪源諸法と合法して駐輪源州となった。第一次世界大戦の時点でこの地域はグライツを首都とするロイス・グライツ公国とゲーラを首都とするロイス・ゲーラ公国を弟系ロイスコー・ハイン・リヒ27世が統治する同君連合であった。ドイツ革命による君主制廃止とドイツ共和国宣言を受けて ハインリヒ27世は1918年11月11日に退位を宣言した。ロイス・グライツ公国とロイス・ゲイラ公国はそれぞれ二位系ロイス自由州及び弟系ロイス自由州となり、1918年12月21日に実地管理委員会が設置された。1919年2月2日に領事優秀で衆議会選挙が行われ、 どちらもドイツ独立社会民主党が第一党となった。4月4日に、両ロイス集合同議会は、両州の統合に関する法律と暫定憲法及び地方行政法を可決した。1920年5月1日に、他の中林源初法6州と合法し、駐輪源州となった。ロイス人民州は大きく3地域に分かれていたため、それぞれに地区評議会が置かれていた。 1919年2月2日に領事優秀で衆議会選挙が行われ、どちらもドイツ独立社会民主党が勝利した。人民衆の周期は、ロイス・グライツ広告から引き継いだ横島の黒赤金となった。紋章は、バイダの帝国フォークトからの伝統に基づき、赤い鎧と黒い盾を持ち赤い王冠をかぶった金のライオンとされた。デジタリサットがゼッツ・ウーバーダイ・フェアイニガーング。 デアバイデンフライスタータンルースホーム4エイプリル19191919ピアニッシモ27フォルティシモデジタリサットありがとうございます